エェラリーはアメリカ合衆国ロードアイランドの代表としてアメリカ独立宣言に署名した人物である。エェラリーはロードアイランド州ニューポートで生まれた。ちなみに、エラリーの父親もウィリアム・ウェラリーという名前であった。はじめは商人として働いていたが、次に税関の徴収人となり、最後はロードアイランド議会の事務官となった。1770年には、 法律の実務を始めている。ロードアイランドの自由の息子たちで活動し、1776年に死去したサミュエル・オードに代わって大陸会議の代表となった。ロードアイランド最高裁判所の判事になり、1785年までに奴隷制度廃止論者となった。憲法の下での最初のニューポート校の税官長就任となり、この職を死ぬまで務めた。エラリーは、 アメリカ独立宣言に署名した56人のうちの一人で、あり、連合規約にも署名した。エラリーの子孫の中には、進学者のウィリアム・エラリー・チャニング、法律家のリチャード・ヘンリー・デーナ、女優のエディ・セジウィック、同じく女優のキーラ・セジウィックがいる。ロードアイランド州、ミドルタウンのエラリー・アベニューは、エラリーの名前にちなんで名付けられている。ありがとうございます。